なんだよ、また面倒事か。羽村の頭がどこか知りたいんだけど。どっかに消えたっきりだ。じゃあおやさんはどこだ。組の事務所に。そんなとこにはいねえよ。決まってんだろ。海藤さん、親父も頭と似たような立場だぜ。居場所が知れりゃ凶霊界の的にされるかもしれねえんだ。その通りで、今安全なとこにいてもらってるはずです。ただ俺もそれがどこかまでは。それでもお前なら連絡くれば取れんだろう。俺らと会えるか聞いてみてくんねえか。わかりました。返事がもらえ次第連絡します。お前の携帯にかけりゃいいか。ああ助かるよ。綾部のこと星野君から聞いたぜ。モグラにはめられたらしいって。結局何につけてもモグラが鍵なわけか。ああ、だからまずはそのモグラとつながってる羽村の頭だ。そこから攻める。地道にね。親父が頭の居場所を知ってりゃいいがな。まあ東からの連絡を待とう。出発するか。いい加減にしろ。行くぞ。しばらく寝とけっての。出発するか。
ったく、時間食っちゃったよ。うわっ、もしもし。ああ、カムロ菊の屋って料亭がある。そこにタクシー。カムロ菊、あんまりよ。いい加減にしろよ。出発するか。急ぎすぎだ。しばらく寝とけっての。行くぞ。どちらまで行かれますか。それでは出発。親父、お見えになりました。ああ、どうぞお座りください。しばらくだな、ターボ。はっ、カイトは組辞めて以来か。へい。親さん、東から聞いただろうけど、俺らが聞きたいのは。その前に乾杯くらいしようじゃねえかな。確かに。どうぞ。いい店だな、ここ。お前らと久々の酒だからな。なあ、ターボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって。羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は。俺は知らねえ。あいつはそんなもんいちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。おう、親父、いつの間にこんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。
俺を信じろ。何がどうヤバいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるなら、この頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやっさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん。東、はい、腹くくれ。てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。
大したもんだな、お前ら。